高島信重高島信重明治32年7月11日は日本の陸軍軍人政治家。軍人として仙台陳大参謀長や陸軍主管学校次長を務め、階級は陸軍不評大佐に至る。軍を退いてからは貴族院議員となる。薩摩藩士であった高島は陸軍に入り、陸軍少佐の1877年頃、 軍人の親睦組織が分立していたことから知られ、影吉と共に、それらを合同した組織の創設を図り、1878年3月、大阪白校舎として始まる。この広校舎は1882年に大阪開校舎と名を変える。また、西南戦争では、別道第4旅団、後に別道第2旅団に所属し軍役に就いた。高島は、 広志校舎創設後すぐに、陸軍中佐に進級し、1879年2月7日から、大阪陳大参謀長に就任、1880年5月4日から不評第9連隊長兼、大津英書司令官に移る。1882年2月15日、陸軍大佐に進級、翌年6月22日、陸軍士官学校次長に移る。 1886年3月19日、仙台陳大参謀長に就任し、1889年8月19日をもって予備役編入となる。1892年7月2日から学習院、次長、1897年12月23日には、貴族院直選議員に任じられ、1899年7月11日、成去する。ありがとうございます。